皆さん、こちら、アルプチャです。また、eBayでね。まあ、また、激レアな、まあ、ものを買ったんで、紹介していきたいと思います。まあ、今回はね、リニューアルした、まあ、キャラクターを買いましたね。じゃじゃじゃーん。テイクプレイ、ダイキャストメタルエンジンの、リニューアルジャックを買いました。価格が、まあ、オークション制で668円で落札され、送料がちょっと高いんですけど、2524円で、なんと合計価格3212円で買いました。なんと箱はちょっと潰れちゃってるんですけど、でも、商品の中身自体は新品ですね。ちょっと箱が痛みはあるんですけど、まあ、僕はそこは気にします。まあ、全体的に見るとこんな感じです。こんな感じで、まあ、まあ、ラインナップされておりますね。バーティー、デン、トビー、ダート、カシャ、そしてジャック、リニューアル版です、ね。いや、これ欲しかったんですよね、ジャック。僕、ジャックエンジン持ってるんですけど、後で動画、後でね、比べていきたいと思います。いや、まさかね、いや、この、これが、2014年製のやつですね。それを開けていきましょう。今回はちょっと簡単に開けられそうですね。おお、ほうほうほう。おお、箱が取れちゃいますね。ちょっとこの凹んだ部分を少し修繕していきたいと思います。あと、ジャックの CG、フル CG バージョンですね。ジャックは、第6シーズンスピンオフミステリーマウンテン12シーズンには丸顔でしたが、キングオブザレールウェイから、あと、ジャックのモデル機に近いような形になりましたね。はい、ジャック、テイクプレイのリニューアルジャック、こんな感じになっておりますね。いやー、なんか作り方がとてもリニューアルしててもね、しっくりと来てますね。ちゃんとバケットがね、なんか最初ダイキャストメタルではね、あとバケットがここになんか板、なんかプラスチックでね、なんかその中に磁石が入っていてね、なんかなかなか砂とかね、まあ玉とかすくえない状態でしたけど、こういう風にね、なんか空いてるとやっぱり玉とかいろいろすくえるのもいいですし、やはりこんな感じでね、まあゆるゆるじゃないし、ちゃんとね、まあ動きに合わせた遊び方がすごい楽しめますね。いやー、これはもう作りとしてはもう大感激ですね。はい、そんな感じです。それでは、僕が持っているジャックエンジンとも比べていきたいと思います。はい、左側がトーマスエンジンコレクションシリーズの、初期のジャックで、これ、右は今回買ったテイクプレイのダイキャストメタルシリーズの、リニューアルジャック。と、比較します。まあ、顔、ジャックの変わった点はですね、特に顔ですね。人形劇の時はね、丸顔でしたが、CG 版では、ね、なんと四角い顔になりました。なんと、四角い顔が比較的大きいですね。バケットの大きさというと、ダイキャストメタルの方が、まあ、少し大きいです。で、上げていくと、まあ、こんな感じですね。いやー、結構ちょっと差が、作りに、形に結構差がちょいちょいとありますね。で、そして後ろですね。後ろはこんな感じです。まあ、窓の部分がちょっと小さいの、
と、まあ、ダイキャストメタルだから、まあ、ここに、まあ、連結みたいな感じです。まあ、人形劇の時も、ジャック、連結部分はありました。で、左横。右横はこんな感じです。で、このジャックのバケットは、アームはなんかすんなりといきますが、テイクプレイはね、降りるときはガチャガチャと、結構数段階みたいな感じです。なんかちょっとロボットみたいな動きな感じですね。まあ、長さ、まあ、上から見て長さと比べたら、まあ、やはりジャックエンジンの方が長かったです。プレイ、ダイキャストメタルエンジンのジャックいかがでしょうか？やはり感想としては、やはり旧ジャックとは、ちょっと長さが全、まあ、ちょっとジャックエンジンよりかはちょっと短かったんですけど、作りはね、まあ、どちらともとても良かったと思いますし、いや、本当に、まあ、手に入れて良かったかな、というふうに思いました。そんな感じです。リニューアルジャックが欲しい方、ジャックエンジンと一緒に、ジャックエンジン買って、ダイキャストメタルのリニューアルジャック買って、比較してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。